皆様、こんにちは。本日はですね、またこちらのネタでやらせていただこうかと思っておりますが、こちらは2週間ほど前でしょうか。コンパウンドでね、きれいにピカピカに磨いてですね、ネキッドの状態にしてからシリコンをね、くっつけたボディでございますが、もうね、やっぱこの時期、黄砂がですね、非常に多いでございますので、まあ、すごい状況でございますね。まあ、地域差はあるとは思われますが、おおむね日本全国こんな感じではないでしょうか。ということで、まあ、本日はですね、また皆様のたまりにたまっている疑問にお答えしようかとね、いうことで、一つ、まあ、同じようなネタになってしまいますが、お付き合いいただきたいと思いますが、まあ、これはですね、水垢プラス、わかりやすい。ちょっとね、メタリックだとね、光っちゃって、わかりにくいので、例えばこの辺りね、これ、こんなんがね、いわゆる酸性雨的なものと、それからまあ、この周りのですね、砂ですね、こういうね、砂と酸性雨の固まった白い、こうシミみたいなやつですね。こうやって見ると、もうボディ全面にあるわけですよ。なので、前回はですね、このボディの上にシリコンを塗っておりますので、それから一切何もしておりません。なので、まずは、このね、まあ、汚れてしまったこの状態を、私は水洗車をね、していただくと効果的ですよというふうにいつもお伝えしてるんですが、実際に、前回ね、磨いたネイキッドになった綺麗なボディにシリコンを塗布して、じゃあ、どれぐらい効果あるのかっていうのをね、検証する上でですね、こういう動画も一本必要ではないかということで、皆様もね、同じようにやられると思いますので、今回はですね、こいつをまず最初から洗車するのをね、やってみたいと思います。で、どんな感じに、この一見、通常ですと、固まってしまったようなね、このシミ、ついた、白地味がですね、どんな風に取れていくかっていうのをね、見ていただきたいと思います。はい、それではですね、私がいつもやってる方法を皆様と共にですね、一緒にやってみたいと思いますが、まずは、まあ、当たり前の衝動でございますが、これをですね、そのまま上から何かで拭けば、なんか大変なことになるっていうのはね、皆様共通の認識でございますのでね。で、ここからですね、一気にまずは水洗車ですね。で、このボディはですね、前回見ていただいた通り、シリコンをですね、ピカピカに磨いたボディの上に塗ってるだけでございます。で、まずは砂をね、取ることが非常に重要でございますので、なるべくだったらばね、まずは最初大まかに水でね、こんな感じに流していただくと。で、これでですね、先ほどの砂はほぼ全部ね、取れちゃいましたね。で、前回ですね、まあ、ウルトラフィーナというね、非常にきれいになるコンパウンドを使ってですね、磨いてるもんですから、当然ほこりがどいてしまえばですね、もうそこそこ綺麗になってしまうわけですね。で、シリコンがさらに乗っかってるということで、もう水で流しただけでほとんど綺麗になってるんですね。この案件で非常に多いのが、まずはここに説明、このショープタオル。このショープタオルをなぜ使うんですかと、他のもんじゃダメなんですかというご質問なんですよ。まあ、初めてですね、このショープタオルをですね、お使いになった方も多分使い慣れてる方もね、一致した印象は、この非常に弾力性があると。で、当然ながらですね、水で溶けるような紙ではございませんので、この非常に耐久性が高いんですね。で、こいつはさらにこのエンボス加工はね、なされてて、すごくですね、ほこりをね、よく取ってくれるんですね。で、こういう風な性能の該当品の、例えばクロスがあればですよ、別にそちらをお使いいただいても全然問題ございませんし。で、私がひたすらなぜこのショップタオルを使って皆様に映像をお伝えしているかっていうと、
当然ながらですね、初めてやっていただく方でもう傷をねつけちゃうとかねいう感じになっちゃうとあんまりねいい話ではないので、こうなるべくだったらね失敗しにくい方法を取ろうということで、まずはこう最初にご推薦をしたわけですよ。でなぜねこれいいかって言ったら、当たり前なんですけども、単純な話、今こうやってさっと撫でたら砂噛みますよね、砂で、この噛んだ砂のまんまですね、もう一回こういうふうにやればさらにここに砂が噛むわけですよ。でじゃあこの砂をですねどうやって取るのっていう話で、これをバケツの中に入れてぐちゅぐちゅぐちゅってゆすいでですね、で通常だとね、またきれいにタオルをしてですね、まあもう一回こう拭き上げていくという感じを繰り返すわけですよ。ところがですね、その時にこの砂を噛んでるタオルが本当にねきれいになったのかっていう話ですよ。バケツでぐちぐちやったぐらいで、でかなりですね、見ての通り細かい砂でしょとね、無理なんですって絶対に。だから5年後にもう傷だらけの車になってるっていうふうにお考えいただいた方がいいですよ。当然ながらね、まあ拭いていくとですね汚れますから、このショップタオルをですねこう何回かねこう折って、またはまあ折ってですね何回かその面で拭いたらですね、また裏に向けてもらってとか、いろいろ工夫していただいて、そうすると結構ね1枚で拭ける面積が増えますので、当然ながらそういう工夫していただくとね、1回の洗車コストは落ちますよね、現実には。なのでこのショップタオルがとにかくある程度汚れたらですね、もう洗ってもダメなので、それはタオルっていうのはね全部そうだと思うんです。なんとかファイバーとか何を持ってこようが砂を噛んだら、この目の中に入った砂っていうのを出し切ろうと思うと相当大変なわけですよ。ある程度ですね拭いたらですね、もう新しいショップタオルにチェンジすると、そうするともう砂紙はもちろんございませんので、細かいですね擦り傷をつけにくい洗車ができるんだよということをですねお伝えしてるわけなんですね。だから当然ながらこの今取ったねこんなような砂がついてくるわけですよ。これをきれいに本当に取り去ることがねタオルからできれば、どんなタオルをお使いになってもいいと思います。でただしこのショップタオルぐらいまでのですね吸着力があるタオルっていうのはなかなかないので、なんとかファイバーとかねそういうやつはね、仕上げの時に使うやつで、こう汚れを取るやつじゃないですよ、あれ。私はそう思ってます。もう本当にね綺麗に磨いたボディをちょっとね処理する上では、ああいうファイバークロス系のものっていうのはそれなりに有効だと思いますが、こんなね砂がねジャリジャリに噛んだようなところでは砂をですね埋没させてしまうようなね話になりますので、まあこの辺はですね適宜ですねいろいろと、あいつあんなこと言ってたけど本当かいなという話でね検証していただくといいと思いますよ。とにもかくにもね今の黄砂なんて昔と思えばもう全然量が違いますので、まあ濃いボディがですねお好きで買っては見たものの管理が大変だと、で特に今の時代は特にですよ、ここ20年ぐらいねひどくなってきてるんで、ね、こういう汚れのね付着をどういうふうに解釈するかで結構ね決まってくると思いますんで、ということで、まあ私の場合はですねこのショップタオルをある程度拭いたらもう新しいものにチェンジするということで、この砂からねなるべくそのボディ表面を遠ざけたいということが中心になっているというふうにお考えいただくといいと思いますね。なのでまずはとにかくこの手のタオルは私の場合は汚れたらもうほかってしまうという感じにしております。あとはですね湿ってる時にねショップタオルでこんな感じですね拭き上げていっていただくとですね、このシリコンがベースにあるとどんな感じに汚れが取れるのかというのをね今度はお伝えしようかと思うんですが、
で、これもですね、また非常にご質問の多い案件で、シリコンがですね、ムラになってあまりきれいに塗れないというお話だったんですね。で、それは私は一重にもう、ボディのですね、表面が非常に汚れてる可能性がありますよというふうな、お返事をね、書かせていただいてたりするんですけど、これね、実際本当なんですよ。例えばね、これ前回ね、ウルトラフィーナでこう磨いたボディですよ。もう今ね、水をかけて、ショップタオルで拭いただけでこれだけになるんですよ。シリコンがベースにあると。何もしてないですよ、これ、今。ね、まだこれ、こっち側、こんな感じですから。これ、見てください、これ。これ、フェンダーのとこね、こう一番わかりやすいですよ。で、今ね、これ、前回ウルトラフィーナで磨いたところ、水かけて拭いただけ。こんなに違うんですよ。ね、これぐらい、あっという間にね、綺麗になるんですね。これ嘘じゃないですね、これ。これはね、本当に皆様の目で見ていただければ一目瞭然でございますので、で今回こうスリットをフロントから入れてですね、量産車の生産ラインみたいにやってるんですよ、これわざと。 塗装が終わったね、新車がね、こう出てくるような感じになんとなく見えませんか。とりあえずね、こう変なうねりがあったら、これ、皆様、すぐ分かりますでしょ？こう国産車だとね、なんかレクサスとかがコマーシャルで使ってそうな、こんな塗装の曲面をね、見る上ではですね、このスリットってすごく役に立つんですけどね、こういうとこは光ってたりするんですよね、量産の工場は。で、こういうふうにですね、見ていただくと、もう、この間、前回やったことがですね、もうそのまま、反映されておりますので、もう今ね、現状、フェンダーは、ホコリでこんな風になってます。なので、基本的にはですね、まずはね、汚れをね、傷をつけずに、または傷をね、つきにくくした状態で、まずは表面の汚れをですね、落としていただくっていうことをね、やっていただくために、このショップタオルをですね、ご紹介していたっていうのが始まりでございますので、今ですね、ついている砂がですね、こう拭われて、きれいになってくれさえすれば、もう目的はね、成就されますので、その時にね、結構安全に磨いてくれるのがこのショップタオルであるというのが一つの理由です。なので、他のもので構いませんかっていうふうに聞かれるのは、砂の管理を徹底してやっていただければ、別に何をお使いになっても大丈夫ですという言い方でね、私は返答させていただいてますので、初めてね、やられる方は分かりづらいと思いますので、そういうね、意味合いも含めまして、今回ですね、もう一回ですね、このショップタオルを使う理由ですね、そういうベーシックな話をね、結構重要ですのでね、皆さん初めてやる方はね。なんで、そういう便利なタオルがね、こうありますよということでございます。こんなんでショップタオル編はよろしいですかね。で、実際ですね、これ、先々週の映像でしたかね、ウルトラフィーナでね、がっつりとですね、磨いてみました。で、こんな感じですね、ウルトラフィーナの美しいですね、輝きは2週間経っても当然消えておりませんので、こんな感じですね、ただ単に拭くだけで、シリコンが乗っかってるんで、汚れもですね、先ほどの白地味みたいですね、もう全然ないでしょ、さっと落ちるんですよ。なので、あんまりゴシゴシやらなくても汚れがね、落とすことができるので、シリコンをね、入れておいていただくと、こういう、難しいですね、濃い色のボディのものでも傷をですね、ミニマムに下げることができるというのではないかというね、ことで皆さんにご提案してますね。で、もう一つですね、ご質問が、洗車機。ねえ、手間がね、省けるっちゃ省けるんで、洗車機っていうのも使いようなんでございますよ。で、洗車機自身がね、いいか悪いかっていう議論は、
別にして、その洗車機は確かにですね、すごい高圧の水で拭いてくれるので、あの砂とかをね、最初の段階で落とすには非常に有効だと私も思います、洗車機ね。で、当然ながら時短もできますし、皆さんあの忙しくてね、どうしてもできないけど車ちょっと綺麗じゃないと、例えば冠婚葬祭に使うとかですね、まあそういう場合も含めてですよ、まあ、洗車機入れざるを得ない時とかね、あるじゃないですか、時間なくて。で、そういう時はですね、シリコンをかかってると、私の理屈ですよ、なんて言いますかね、洗車機のですね、ローラーがですね、こんな感じで当たるわけですよね。で、これも一つ合理的なね、掃除方法の一つだと思います。こういうふうに、まあここまできつく当たってはいないと思いますけどね、まあ、傷がつかない程度に洗車機も工夫されててですね、こんな感じに汚れを取ってくれるわけですよ。で、その時にですね、シリコンが乗っかってると当然ながらね、こう当たった時にもう逃げるわけですよ。で、私の実験では確かにシリコンが乗っかってると仕上がりがね、綺麗です。それは本当に、まあ洗車機っていうのもですね、数限りなくあって、あのモデルのあれがいいっていうふうにね、言えないですよ今のところね。ちょっとデータ取ってないんで。なので、まだ今後ですね、あの結構綺麗にね、安全にできるようなね、あのこの洗車機はすごいよとかっていうのはね、あったらね、ご紹介したいと思いますけども、実際はですね、シリコン塗ってるとこんなぐらいの力だったら別に傷なんかつきませんし、スルッと逃げてくれるんで安全だと思いますね。なんでね、私もいろいろやってるんですが、今のところね、言えるのは確かに安全だぞというね、あのことしか言えませんので、別にね、洗車機が悪いって意味じゃないですよ。当然だからね、洗車機は洗車機で利便性がございますので、そういうところでね、利便性とそれから安全性をですね、合理的に合致させた一致点がね、どこかというのをね、見つけるっていうのはね、皆さんと共に成長するシリコンでございますので、そういうふうなね、あのデータもね、今後ね、あの出てくるとね、面白いですね。これすごいでしょ、これこんなにピカピカになるんですよ、これここに今落ちてるショップタオルがね、映ってるんですよね、これ。今度はですね、ムラがどうなのっていうと、現実問題としてあんまりね、汚れがね、あの付着しても傷傷だと、で傷がね、すごく埃を拾うのも事実なので、一度ですね、こう磨いていくっていうのもね、あのいいかもしれませんね。で、一度こうボディ磨きに出して、一回ですね、さらっときれいにして、シリコン生活をそこからスタートしていただくのもね、いいと思いますね。で、窓に関してもですね、例えばですね、こうシリコン塗っておくと、なので別に私嘘偽りなくこれでですね、あのシリコンで完全な撥水はできますので、非常に合理的にですね、あの磨くときにね、両方いっぺんに使えますんで、簡単にですね、あの気にすることなく塗っちゃっていただいてね、いいですよ。窓とかもね、もうこうすることによってもう完全な時短になりますんでね、まあ、時短だけじゃなくてね、あの実際にこの砂からのプロテクトも結構な力を発揮してくれますので、ということでですね、まあ水でね、軽く拭き上げるだけでこれぐらいのですね、美しさがパッとね、出せますので、これがね、まあシリコンのね、いいところなんですね。で、これでまたね、あの追加して塗っていただくのもいいですし、当然だから様子見たいっていう場合はこのまま水拭きをするだけでね、これぐらいのツヤっていうのは出ますので、簡単ですよ。で、これ今ずっと30分ぐらいですね、こんな感じで水拭きをひたすらするだけでございますので、まあ実際はですね、あの何も難しいことはないですね。何もないですよなんかね、まあなんかですね、あちゃーとか言って軽落飛行をついたとかですねそんなような世界でございませんので、ただひたすら水をかけて拭く水研ぎの世界ですね。なんで、まああのこういうふうに必ずなりますので
まあ、ご心配なさらずですね。でも最初のうちはしつこくムラムラの状態でも塗っていただくというのがね、いいと思います。はい、それではですね、まあ、シリコンを使って磨いたらこんな感じになるってね、小ネタをやってみたいと思いますが、まあ、こんな感じですね。綺麗でしょう。まあ、これぐらいはね、簡単に実現することができますので、ご興味のある方はですね、トライしていただくといいかもしれません。はい、ということで本日はですね、またシリコン施工のですね、ご質問についてですね、お答えするような感じで動画を作りました。ありがとうございました。